はい、ゆう、一画目、やや縦気味に入ってから右下に、そして押さえ直して左方向払っていきます。力加減は同じ力でですね、運んでください。で、二画目右上がりです。はい、斜めに45度に押さえて、親指の付け根から押し出すようにして運筆をしましょう。はい、五画目です。はい、立ててまっすぐ、はい、四画目右上がり、はい、こう斜めに止めて、そしてもう一回斜めに押さえ直してから、そして体で引いていきます。で、こ筆の腹を、腹だけですね、まっすぐ下に行くようにして止めてから跳ねていきます。はい、楽観を同じにします。横角同じ方向、等しく平行に、はい、角感は等しくなるように運筆しましょう。はい、U、 一画目、少し大組みです。1、2、そして穂先から3、はい、ここを右上がり、はい、親指の付け根から押し出すようにして右上がり、少し伏せるような感じです。はい、三画目以降、角感等しく同じ方向に運筆します。はい、ここ太くなりすぎないようにしましょう。はい、五画目は内側に寄せます。はい、六画目、はい、同じ方向に運筆し、斜めに押さえ直してから内側に、はい、5画目より短く運筆して、7画目、はい、縦画の横に出るようにして止めていきます。実1画目、中心より左始筆して、2、3、はい、立てていきます。2画目は外側に行くようにして、3画目右上がり、方向を注意してここで止めます。で、斜めに押さえ直してから内側に向かって短くです。はい、4画目以降、右上がりの方向一緒です。ここも角換気をつけていきます。長さにも注意しましょう。はい、そして中心よりも左から始筆をして、途中まで立てていきます。はい、この六画目にぶつかったら左方向に払って、そして右払いはだんだん太くして、左払いよりも下で止めてから、一旦腕を止めて右に払っていきます。この時髪が食いついてくるのでね、しっかりと押さえて右に払いましょう。こうゆっくりですね。一画目、横方向に払っていきます。2画目は1画目よりも下、この払ったところを始筆して、少し縦方向でまあ立ててまっすぐ行きます。はい、4画目は1画目の始筆のところから右上がり、少し反り気味、5画目は2画目と3画目交わったところから
少し伏せ気味。はい、六角目の位置に気をつけて、はい、この五角目の中心のところから穂先を入れて、はい、そして立ててまっすぐ行きます。はい、ここで腕の腹をグッと内側に入れて止めてから跳ねるという書き方となります。はい、このようにして書いていきます。